様の片岡ずっと下げて4番手。さあ、今度は1番の谷口の順番になっています。8番の中山が様の片岡を切って1番の谷口が出ていこうという流れです。ジャマイ2コーナーからバック。さあ、先頭1番の谷口に変わっていく。さあ、3番の片岡も動けるところですが、どうでしょうか。1番の谷口が少しペースを上げました。4番の山田浩二が切り替えて4番手で、8番の中山啓太郎は5番手。さあ、中段なんとか確保しようという動き。3番の片岡雄志は中段外へとなって、さあ、レーサー最終周回、後ろ7番の石田がちょっと絡まれています。レーサー最終の1コーナーです。先頭は1番車谷口明正、中部勢が先行。さあ、内を抜いて8番の中山啓太郎、さあ、インまくり。8番の中山は先頭の位置踊り出ました。さあ、これを見て3番の片岡雄志は一気にまくっています。先頭は8番車中山啓太郎インまくりですが、外3番の片岡雄志、さあ、前段今日も捉え切るかどうか。後ろは5番の横瀬が切り替えている直線コースです。さあ、先頭はまくった3番の片岡雄志、後ろが馬の横瀬一気に抜け出してゴールです。2着は3番片岡か、あと3着に6番南部健次郎か。8レース A 級の準決勝戦、勝ったのは5番さん横瀬聡でした。道中8番中山から置かれたんですが、うまく3番の片岡に切り替えまして、最後は鋭く片岡のまくりを抜いていました。1番の谷口はジャン先生、インまくりが8番の中山啓太郎、これを3番の片岡がまくりで捉えたんですが、道中うまく切り替えてきた5番の横瀬聡、鋭く3番の片岡雄志を逆転しまして準決勝快勝です。2着に3番の片岡雄志、内をついた6番車地元の南部健次郎、鋭く伸びての3着入線です。決定までしばらくお待ちください。8レース A 級の準決勝でした。